ビュートはアメリカ合衆国モンタナ州シルバー坊ー群にある町。人口は34,200人。最盛期は19世紀の終わりから1920年代までであり、西部でも名高い銅鉱山ブームに湧いた町で、酒場、議論が連なっていた。1977年からビュート市とシルバー坊ー群は統合市軍になっている。バートムーニー空港、BTM がある。 ビュートは19世紀後半にシルバー棒をクリークバレーの鉱山町として開けた。ロッキー山脈の分水嶺にあり、アメリカ大陸をまたぐ位置にある。初期は銀と金を算出し、後に銅需要の高まりとともに、この地域に豊富にあった銅を採掘してきた。ひなびた町は特に第一次大戦とともに繁栄の時期を迎え、世界一豊かな丘と呼ばれたこともあった。労働者が アイルランド、ウェールズ、イングランド、レバノン、カナダ、フィンランド、オーストリア、セルビア、イタリア、中国、シリア、クロアチア、モンテネグロ、メキシコ及び、米国各地より集まった。移民の伝統は、ひき肉パイ、そして、ロックフェラー家のシティバンクオブニューヨークであり、拠出額は、各校2000万ドルずつであった。1977年、アナコンダは、 フルドーベイ油源を発見した ARCO に吸収合併された。ビュートの街並み1960年以降、市の人口は約3万人を境に上下している。1ダース以上の巻き上げラが行動に立ち、市はブーム以来の線を越える歴史的商業ビルや住居が特にアップタウン地区に残っている。それらの建物は古い面影を残し、 ゴーストタウンの様相も見せているが、多くのビルは再利用されている。ビュートはまた労働組合活動の要塞としても知られ、大変活動的な労働者組合運動の潮流がアナコンダに対抗する力として1885年以前から存在した。1917年6月8日に悲劇的な事故が発生した。クラナイトマウンテン内、地下610メートルで火災が発生し、 炎、煙、有毒ガスが坑道と接続する、入り組んだスペキュレーター鉱山地下のトンネルに充満した。救助活動が開始されたもの、一酸化炭素により校内は酸素不足状態となった。わずかな人が手作りで掘られた坑道から救出されたが、他の多くは脱出の努力にもかかわらず、パニックの中で死んだ。死者は168名に上り、 多くは火災そのものによる酸素不足と煙吸入が死因であった。スペキュレーター鉱山には米国の鉱山史上最大の生命を奪った事故を記憶するために慰霊碑が建造された。ミーダービル郊外、マックイーンと東ビュート周辺地区で数千の家が1955年バークレーピット改作のために破壊された。バークレーピットは時とともに大きくなった。 1980年に ARCO 社は同価格の低下により閉山を開始した。1982年、バークレーピットのすべての再行は中止された。モンタナリソース社は資産を買い取り、1986年同地区のコンティネンタルピットを再開し、2000年で再行を終了した。2003年には同価格高騰により再開し346名を雇用している。 1880年から2005年まで、ビュート一帯で採掘された銅は960万トン以上であり、210万トンのアエン、160万トンのマンガン、38万千トンの鉛、8万7千トンのモリブデン、7億6500万トロイオンスの銀、そして290万オンスの金であった。1982年、バークレーピットを並行したとき、 鉱山の組み上げポンプも停止し、その結果有害な重金属を含む共産性水がピットに満ちてきた。わずか2年後ピットはスーパーファンド用地と環境汚染地に指定された。その間、酸性水は上昇し続けた。深刻な影響は1990年代以降も続きバークレーピット浄化開始をすることになった。 2003年11月にホースシューベンド処理施設が整い、水処理を開始し拡大し成果を得た。皮肉なことにバークレイピットは市内観光最大の名所となった。米国における最大の鉱山跡の湖であり、最大の処理費用を要したスーパーファンド用地である。2012年現在も重金属で汚染された湖は現存しており、CNN ニュースにて、 アメリカの不気味なスポットの一つとして取り上げられている。最高、精錬が集中した一世紀の後、この市の周辺地域は環境問題に留意されるようになった。ヒ素と鉛のような重金属は古い鉱山によるいくつかの地点への影響が集中的に見られ、1990年代のある時期には水道水が引用に適さない場合があった。数百万ドルが 水道設備とインフラ改良に投じられ、こうした努力により、数年後に改善された。環境調査と改善の努力は、地域経済に波及し、活性化が見られた。この地域の豊富な電力を利用して、数百万ドルに上る、竹結晶シリコン製造プラントが1990年代に建設された。このプラントは、小松の孫会社である、アドバンストシリコンマテリアルズ有限会社により、 建設されたが、2005年に、ノルウェーのリニューアブルエナジー社に売却された。1929年、ダシール・ハメットが書いた、ハードボイルド小説、地の収穫レッド・ハーベストの舞台である。作中では、ビュートに近い、パーソンビル続称ポイズンビルとなっている。翻訳者、小高の光は、翻訳に先立ち1988年ビュートを訪れ、その印象を役所、 赤い収穫の跡書きに記している。1990年に書かれた、私のいい男、バスター・ミッドナイト、サンドラ・ダラス・チョウ、沢安志役はこの町で育った3人の女の子の物語である。カズとはハリウッド女優となり、その幼馴染みの男の子はボクシングの世界チャンピオンになるというストーリーで、第二次大戦前から現代に至るビュートの生活が描かれている。 2004年、ビュートは、ビム・ベンダース監督のハリウッド映画、アメリカ、家族のいる風景のロケ地として潤い、映画は2006年に公開された。2009年3月22日15時に、P-8-PC-12 ターボプロップ単発機が、ビュート、バートムーニー空港脇のホーリークロス墓地に墜落し、14名が死亡した。翼の着氷が原因だと推定されている。これは、 成田空港で、フェデックス貨物機 MD11 が炎上したフェデックス80便、着陸失敗事故と同じ日である。ありがとうございます。